おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は昨日の4月1日にあった発表などを中心に確認していくとしよう。エイプリルフールの発表というやつは、本当か嘘なのかを当日は測りかねる部分はある。何よりゲーム業界自体が結構な激動な状況で、初見でジョークと判断しかねるものも多いと思う。エイプリルフールと言っても、つく嘘によっては炎上もないではないからな。うかつなこと言える時代でもねえな。嘘から出る誠ってのもあるし、気になる情報はまとめていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、4月1日エイプリルフールは嘘をついても良いという風習がある記念日となる。由来はぶっちゃけよう知らんけど、昔から日本でもある印象やな。諸説あるようだが、イングランドの王政復古の記念祭、オークアップルデイに由来があるようで、日本には大正時代に欧米から伝わったともされている。まあまあの歴史があるのね。企業、個人問わず普段はできない発信ができる機会として、エイプリルフールの風習は広く認知されてきた。とはいえ、冒頭でも言ったけど軽々な嘘がつきにくいご時世ではあるわね。毎年やっていたらジョークとはいえハードルは上がっていくしな。こちらの記事では、事実とネタの見極めが難しいケースや安易な内容のものも散見され、X では冷めた反応を見せるユーザーも少なくないとしている。微笑ましく楽しみたいけど、ちょっと不謹慎なものもないではないし。そもそも面白くないなら批判もそれなりにあるわな。シャレにならんシャレはマジで笑えんからな。いつも以上にセンスは問われるよな。さて、エイプリルフールネタは後半でお伝えするとして、まずはマジ情報をしっかり見ていくとしよう。以前に我々も注目していた龍が如くスタジオの配信番組では、サムネにて重大発表、との煽りもあり、どういうものかは気になっていたが、直近では龍が如く8を楽しんだこともあり、私も注目でありましたよ。でも、番組冒頭でスタジオ代表の横山氏から、言うほどとんでもない重大な発表ではないとの前振りがあったわね。本当に重大な発表は龍が如くサミットでお伝えすると言われているな。この時点ではサムネの釣り感はどうしてもあったな。我々もそうだが見ていただいてなんぼってのはある。これが受け入れられるかはともかく、煽りや釣りは SNS では一手段とはなる。多用は厳禁であります。とはいえ、今回の龍が如くスタジオの発表は妄想もはかどる。新作タイトルの出演者オーディション開催を発表となるわね。その新作についての詳細は言及されていないが、龍が如く極み3ではないと断言されており、どっかのタイミングでやるとも言っておられるので、極みシリーズのリメイクも期待しております。オーディションの内容は、セブンガイデンの生キャバ嬢オーディションに近いとのことだ。個人的には実写のキャバ嬢遊びやマッチングアプリにさほど興味はねえけど、新作の存在は大いに気になるところ。そちらの情報は言うまでもなく重大情報となるので、龍が如くサミットで公開となるのは間違いないだろう。昨年はセブンガイデン、8の発売もあり、6月、9月にサミットは開催となったが、今年も直近で開催があるとしたら、他メーカーの作品情報も大量に出るタイミングの6月にある可能性は高い。どっちにしろ注目ではあるわね。それに以前の動画でも言うたが、龍が如く8のハワイマップはもう少し使いたい思惑はあると思う。キャラの掘り下げは期待しているし、エピソード DLC は待っている。なんなら8外伝って可能性もなくはないわね。このあたりは妄想もはかどるというところだが、続報は待ちたいところだな。そして、ソシャゲのロマサガ RS の生放送も4月1日に放送となっており、今回はサガフロンティア2推しであります。今年で25周年という節目でもあり、新情報はあるのか、という期待はファンの中であったが、もうサガフロ2発売から25年も経っているのか、毎度往年の名作の節目ではそういう感想となってしまうな。この放送ではサガシリーズの生みの親であり総合ディレクターの河津明俊氏が、ビデオメッセージの形で出演されており、サガフロンティア2のリマスターについては、もう少し待ってください。待っていて裏切られることはないですから、安心してください、とコメントされておられる。私はサガフロ2は名作だと思っているけど、ちょいゲームバランスなんかは見直しあってもな部分は少なからずある。リマスターが世に出ることが明確なのであれば、ぜひとも往年のシリーズファンはもちろんのこと、新規ユーザーにもおすすめしやすい作品であることはお願いしたいところ。
ギュスターヴの歴史とナイツ一族の冒険を時系列で追いながら物語は進み、古代遺物の越冬との因縁が絡み合う。群像劇でもあり、ゲーム内で語られない部分も妄想が楽しかった。群像劇ゆえにキャラも変わる変わる交代となってしまい、いわゆる一般的な RPG のような育成が通用しないので、どうしても一般受けしない作品とはなってしまうがな。グラの雰囲気や BGM はストーリーと相まって個人的には神ゲーなんだけどねー。まあ、万人受けするならサガシリーズじゃねー、とも言えるから。尖ってこそ、ってのはあるからしょうがないとも言えるわね。サガシリーズファンとしては完全新作のエメラルドビヨンドをプレイしながら待ちたいところだな。こっちも期待しておりますよ。個人的にこの放送で気になったのは、サガフロ2のプレイ環境において、ロマサガ RS プロデューサーの市川氏が、雑談レベルとハイエー、PS を持ってない人も多いと言われているわね。さらっと言われているけど、結構気になったところね。まあ、スマホでロマサガ RS プレイしているそうだと、具体的な数字は把握できんにしても、PS4、5の所持率は低くなるのかもしれん。大人の事情ってのもあるんだろうけど、作品の対応プラットフォームについては、スクエニには今後真剣に考えてほしいところです。まあ、サガシリーズは新作のエメラルドビヨンドはスマホにも対応と、幅広い対応となるから問題はなさそうだけどな。さて、それではエイプリルフールネタを見ていくとしよう。今年初めに話題をかっさらったパルワールドでは、新作の学園恋愛シミュレーションが登場だ。ちゃんと、米印エイプリルフールネタです。って入れとかんとマジで勘違いする人もおるかもしれんな。主人公のあなたは、私立パルパゴス学園に転校生として入学します。個性豊かな友達、パル、と出会い、友情や恋愛を通して学園ライフを満喫します。パルたちと友達のままでいるか、恋愛に発展するか、はたまた解体して食べるかはあなた次第です。とのことだ。がっつりトレーラーまで作り込んでいて、お金のかかった嘘となるわね。R18 版も同時発売、制服を脱いだエッチなパルたちの姿に乞うご期待、ともある。嘘は突き抜けてないと面白くねえからな。学園恋愛シミュレーションはともかく、パルとのコミュニケーションによる恋愛要素って決して今後ないとは言い難いところだな。同意しかねる部分もあるけど、反響次第じゃあり得るお話ではあるか。お次はカプコンがついに航空事業へ参入するようだな。これまでのノウハウを活かしたカプコン製ヘリコプターで、快適な空の旅を皆さんにお届けいたします。とのこととなっている。カプコン製のヘリにはこの後エンディングが保証されてないと乗りたくねえよ。まあ、X 上でもジョークと分かりつつこの事業参入はやめろ。って意見が大多数となるな。株価も下がっているしな。ジョークではあるけど影響ないか不安。今のカプコンの株価はドラゴンズドグマ2発売前のリグエよりが大きいとは思うけどな。ドラゴンズドグマ2の発売直後のゴタゴタも影響はありそうだけどね。人は選ぶ作品とはなるが、アプデや DLC などの新展開でさらに良い作品を目指すとは思うけどな。そして、我々も持っているスチームデックの周辺機器として、新品の頃の廃棄臭を再現するガジェットを海外周辺機器メーカーが披露している。私は共感しかねるけど、冷却のための送風が排気口から出てきて、なんとも言えない香りが癖になる人もいるのよね。ただ、時間が経つにつれその香りが薄まっていくようで、本製品にて新品の頃の排気臭を蘇らせることができるようだな。ジョークだと思うけど、記事では本気ともあるわね。開発元は馬鹿げたアイデアだと自ら認めつつも、本気であるとコメントしているようだな。十分な反響を得られれば、実現させるとしている。匂いでビジネスが可能か？ってところね。意外に匂いって結構な需要があるんだぞ。香水はもちろんのこと、柔軟剤やシャンプーなんかも匂いは重要であるわね。新車の匂いって芳香剤もあるからな。あれって新車というテンション爆上がりな状況も相まっていい匂いって認識していると思うんだけどな。注目はしたいところだな。でも、まだいいね、は29か。実現は厳しいかもしれんな。お次はガチならガチで結構なお話となるんだが、ロシア独自のゲーム機だと。しかもこれ、エイプリルフールネタじゃないやん。プーチン大統領は現地時間3月25日に、カリーニングラード州政府に対する経済、社会の発展を促進するための支持リストを承認。
この中で、据え置き型ゲーム機及び携帯型ゲーム機の製造の検討、などが命じられていることが明らかになっている。こうした指示が行われた背景には、ロシア国外のゲーム企業がロシア国内へのゲーム機やサービスの供給を停止している状況がありそう、と記事ではしている。まあ、ロシアのゲーマーの皆様には厳しい状況ではあるわね。ロシアではゲーム産業の強化がプロジェクトとして掲げられており、プーチン大統領の指示により、全国規模の e スポーツ大会も開催している。私が日本で言っても無駄なんだろうけどさ、ゲーム産業を本気で盛り上げたいと思うなら、まずは平和であることを目指しましょうよ。それをちゃんとしていれば、別にロシアがお国を挙げて取り組まなくても、他国のゲームメーカーや自国のゲーマーが勝手に盛り上げてくれますよ。エンタメなんて平和であってこそ存在できるものなんだから。さすがに今の状況だとこれは不健全な自給自足、と断じたくなるな。さて、最後は我々にも関連するお話だ。現在稼働中のセガのアーケード音楽ゲーム、チューニズム、デハ。ゆっくり霊夢、マリサのコラボイベントが開催となっている。おお、エイプリルフールネタと思いきやガチのパターンのやつ。イベントマップを進めると私たちやアイテム、ゆっくりペンギン、のシステムボイスなどが手に入る。ゲーセンにお立ち寄りの際はぜひこちらにも注目いただけると幸いです。さて、新年度になったがエイプリルフールネタを笑える心持ちで楽しくゲームプレイを楽しんでいこう。そろそろ全国的に満開の桜を楽しめるしね。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。